はい、今回はですね、この鉄粉取りをスパシャンから出てる、スパシャンっていうのかな、メーカードクターケア、これアイアンバサーね、5、これを使って鉄粉取りをするんですけど、で洗車した後にこの粘土クリーナーを使って、このさっきのこれを吹きかけて、どっかなんかに入れて、なんだっけ、スプレーかなんかに入れて吹きかけて、で粘土クリーナーを使って引っ掛けて取るんですけど、これやんないとなんか錆びるらしくて、それを雪道太郎さんっていう北海道の雪道を走ってらっしゃる YouTuber さんが言ってたので、それをちょっとやったんですけど、1回目をなんかあんまりうまくいかなくて、結構残っちゃってるんですよね、ボディに。だからちゃんと取らないといけないんで、今回また2回目やります。今日はその動画です。鉄粉取りやってない人はぜひやってみてください。俺もコーティングしてあっても、なんか豆粒みたいのが残ってて、輝きが残らないんですよね、洗車しても。なんかそれは鉄粉ついてるんで、それ掃除しないといけないんで、そんな感じですね。ちょっと掃除していきたいと思います。では